南区役所前停留場は、広島県広島市南区七三本町及び、南町一丁目にある、広島電鉄みな実線の路面電車停留場である。駅番号は、H7。開実線が1944年に開通した際、当地に停留場は設けられておらず、当停留場が開業したのは、戦後の1982年のことである。 海実線の他の停留場は1944年の路線開通と同時に開設されているので、東停留場は皆実線内で一番新しい停留場である。海実線の軌道は道路上に敷かれた併用軌道で、東停留場も道路上にホームが設けられている。ホームは低床式で2面があり、南北方向に伸びる2本の線路を挟んで配置されている。 ただし互いのホームは南北にずれて一致しており、北に、的場町方面へ向かう、上りホームが、南に、南町六丁目方面へ向かう、下りホームがある。いずれのホームとも連接者に対応したホーム長を持つ。当停留場には、広島電鉄で運行されている系統のうち、5号線のみが乗り入れている。停留場は、国道2号と国道487号が交わる。 平野の京都交差点にある。周辺には停留場名にもなっている南区役所を、はじめ広島市立南区図書館や、広島県立広島産業会館が入居する、広島産業文化センターなど、公共施設が集積する。西側に少し行くと京橋川が流れる。南区役所周辺には、南区役所前バス停があるが、広電バス熊野線。 芸用バス篠の目線など停車するバスは限られる。しかし、近くに、南町一丁目バス停があり、そちらには、広島バス23.26号線や、広電バス7号線などが停車する。広島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABC おさふねとものり、広電が走る町混雑 JTB パブリッシング。 JTB キャンブックス2005年150から157ページ ISBN4 から 533059864AB 川島慶造全国鉄道事情大研究中国編に創始者2009年103.107ページ ISBN978 から4から 794217110ABCD 川島慶造三4 三院ライン全線、全駅、全配線第7巻広島エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2012年、11.82ページ。ISBN 978から4から06から295,157から9。ありがとうございます。